はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回は QXR Dead 54を使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。なんだか先っちょの方がなんかトゲトゲになってるけども、なんかヘビーメタルのやつにね、入ってたんだけど、これパンクスですよね。カスタムはこんな感じです。命中率、射程距離、操作を下げて機動性を上げる。いやー、またこれまたえらいカスタムになってるな。拡張マガジン A が入ってるんでね、まあまあ大丈夫だとは思うんですけども、これでいってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はヌークタウンですね。行ってみましょう。今回は秒読みなしでいきなり始まっちゃったやつですね。もう QXR はね、もう腰ダメでね、ガンガン撃ちながら敵に接近していってダメージを与えていった方が効率よく倒せると思ってるんで、あのスイッチブレードとかね、あの辺とも戦い方よく似た感じでね、いつも使ってます。ね、エイムほとんどしてないでしょ。まあ、遠くの時とかはね、エイムした方がいい場合もあるんですけどね。あ、やられちゃった。何やられた？おー、UL736 にやられちゃったよ。さあさあ行きましょう。でね、煙の中にね、こうやって掘り込んでおくんですよ。もしかしたら敵がそこに来るかもしれないんでね。んでもってこっちから弾薬をいただいての、こんな感じで、もうあのぐらいの距離だったらもうガンガン当たるんでね、こんな感じでね。でもう逃げ惑う敵でも、もうこうやって追っかけてもガンガン撃ちましょう。え、なんで燃えてる？なんで燃えた？なんで燃えてる？なんで燃えた今。びっくりすんな。なんだ、ナパームでも落としたか。いや、そんなんじゃなかったな。火炎瓶を持ってた人だったのかな。それを倒しちゃったから落としちゃったとか、そういう感じか。あれ、あ、倒しちゃってる。お、あぶれあぶれ。ここら撃ったら、あ、壁抜けたっけこれ。どうだったら、あ、やばい、やられてるよ。こういう時ね、こういう時はまあエイムの方がちょっとね、いいかもしれませんね。あのぐらいの距離でこうまっすぐ打ちたいっていう時はね。あー、やれちゃった。あー、 M4LMG か、ちょっと厄介だな。 M4 も結構狙いがね、しやすいんですよね。あ、ピロダンです。うん、ピロがね、よく言ってますね。そういえば、うん、エイムしやすいし、ただエイム重たいけど、うん。さあ、ここを上がって、まず犬出しましょう。いや、それにしても、もう煙、もうなんでもこの木炊の、こう、バカバカ炊くかね。はい、お犬様はね、木関係ないんでね。ガンガンもうバグリンチョーとね、やってもらいましょう。はい、ラジコンで止めて、んでもって、うわー、上にいたかー。いやー、それは。いや、あそこの上とかね、階段の中盤でね、座って祈る人も結構多いんですよね。気をつけないと。いや、それにしてもずっと煙に焚いてるなぁ。こっちがね、こう動いてる時とか、敵に近づきやすい時はもう腰ダメ。で、敵に近づかずに撃つ時は、ああ、今のはエイムするべきでしたね。うん、だから敵に近づかずにちょっと距離があるときはエイムで撃つみたいな感じでこう使い分けてるんですけどね。こうやって近づくときにはこうやって腰ダメでガンガン撃っていった方が当たるかなと。あー、しまった。 M4LMG のリロードの時に狙えばよかったのに。まあ仕方ない。もう一度真ん中からいきましょう。うわ、刀持ってる。危ない危ない。穴も振り回しちゃダメだよ。びっくりすんな。うわ、ヒュンって言ってる、ヒュンって。怖い怖い、もう。怖いな。よし、こちら。ああ、やられちゃったよ。ああ、刀にやられちゃいましたね。さあさあさあ、行ってみましょう。こういう時はまあ、エイムでもいいんだけど、もう一個奥の人にやられちゃったな。あれ、なんだろう、キロかな。あの、キロにダルママガジンつけた感じかな。動きは遅いけど、弾数が多くなるという。おお、なんだ、おお、ハイブ。ハイブにやれちゃった。もう。しかもなんか、あれ出してたな。ああ、ゴリアテが、あららら、ゴリアテ出てるけど、あ、いやいや、またやられちゃった。いや、ゴリアテか。ゴリアテきついな。ちょっとゴリアテをかわしながら。お、いけたかな？
はい、勝利50対43。おお、ジジイ、はい、 MVP いただきました、ありがとうございます。いや、今回はね、もう QXR なんでね、うん、もうガンガンと打ちながら攻めていく感じのね、銃なんでね、いや結構いけたと思いますよ、これならね。はい、レーティングは85。いや、いけてなかったないや、あんまりいけてませんねっていうか、全然ダメだったなまあ平均点ってとこですかね。あ、2位の人も81だから、結構2人ででも倒してるのかな。どのぐらい倒してるんだろう。はい、戦績の方を見ていきましょう。27キル9です。2アシスト9ですって。いやー、9ですはないなー。27で半分以上はまあ倒してますけどね。まあこんなもんですかね。はい、どうだったでしょうか、 QXR デッド54。なかなかね、これは最初ちょっとね、カスタム見た時に大丈夫か多いっていう感じだったけどもうん、まあ全然そんなね、うん、悪いカスタムではなかったですね。うん、結構腰ダメでガンガン攻めていくタイプの自分みたいな人には、まああれでも十分なカスタムだったってことですね。あと一個足すとしたらなんだろうな、エイムとかした時に打ちやすくするようにレッドドットサイトとか足してもまあまあ悪くはないかな。でもまあ命中率と操作をね、上げるためにこういろいろ変えてみてもまあいいとは思うんですけどね。もうちょっとね、うん、上げてもまあ悪くはないと思うんで、かなりこう下がってて機動力にね、振ってるような感じのカスタムだったんでね。まあその辺はね、もう皆さんがね、また考えてカスタムしてもらえばいいんですけども、これはバトルパス、シーズン2ヘビーメタルのバトルパスに入ってたのかな。だから購入されてる方もね、いらっしゃると思うんでね、もしよかったらね、この運営さんのカスタムそのままでね、一回戦ってみてください。ではまた次回を待て。